久保さん。やっぱ久保さんのあの、今まで通りの画質が久保さんっぽくていいっすね。<laughs> ノイズも入りながら、あの、ちょっと荒い感じがいいんじゃないですか。<laughs> うん、で、まあ、あの変化ですね。まあ変化はやっぱ捨てるってことですね。完全に。捨てられるかっていう。僕が今の生活、完全にもう、180度ぐらいね、変わったのが、昔のじ、昔の十何年間は会社に泊まり込みした記憶しかないぐらい、 あの、会社で働いてたんですけど、今はもう自分の好きなことしかしてないっていう。で、じゃあこれを手に入れた理由って捨てたからなんですよ、それを。な <laughs> やっぱね、<laughs> 久保さんが言う通り、昨日の自分を捨てられるかとか、今までの環境を捨てられるかとか、とにかく捨てない限り、新しいものは入らないんですよ。うん。だからみんなやっぱね、あの、なんか、もこれを担保しながらこれも手に入れたい。 でも脳の、例えば脳で言うならば、キャパってあると思うんですよ。多分。な脳の入るキャパっていうのはまあ、これぐらいのフレームだったとします。で、これぐらいのフレームで今満タンだとします。いやコップでいいですよねコップってもう、もうマックスここじゃないですか。そこに水入れても溢れるだけですよね。だからいくら入れてももう限界なんですよ。だからこの水を担保しながらまた入れようとしてる。うん。だそれは入らないよねって話で、その水は。 だから一回コップの水を全部流して新しい水今まで汚いね汚い泥水この泥水をコップにあるね泥水を一回全部捨ててで綺麗な水を入れれば入れられるんですけどこのイメージしてほしいんですけど泥水が入ったコップに綺麗な水を入れても多分綺麗になるまで相当時間がかかるんですよだって泥泥が一回もしくは泥がゼロになることはないかもしれないですねもしかしたら 多分イメージすればわかると思うんですけど泥水に水を入れた時に多分泥が薄まってまあ溢れてちょっときれいになってくる部分もあるんですけどでも完全に取れるかっていうとちょっと難しいですよねでも完全に取り除く方法って一回捨てちゃって新しい水入れたらもう,もうすぐきれいじゃないですかうんこれがいいんじゃないですかねうん だからその思考とかマインドとか行動とかも全部今までの自分を全部捨てちゃって新しく入れ直すっていうした方が早いですよね。でも多くの人って今までの考え方をこう担保しながら新しいの入れようとするんで。だ今までの考え方、今までの行動が今の自分を作ってると僕は思ってるんで、じゃあ今の自分が あ満たされてないな今の自分が稼げてない今の自分が自由な生活ができていないということは今の考え方今の行動を捨てなければいけないで新しいかこう考え方そして新しい行動をしていくことによって新しい自分に生まれ変われるってことですね泥水だったとしても泥水全部捨てれば新しい水いい水入れればね綺麗になるじゃないですか一瞬でな早くね稼ぐ方法にしましょう <laughs> でもこれ例え話良かったんじゃないかな イメージもしやすいじゃないですか。多分、コップに泥水入ってて、いくらそこに水入れても綺麗になったりした、多分。な捨て、捨ててみれば、もうすぐ綺麗になりますよね。だこれ最短で稼ぐ方法じゃないですかね。最短で。最短で稼ぐ方法は、コップの泥水を捨てろということじゃないですか、ね。でも、捨てられないですね。なかなかね、これね。ごぼさんね。